申し込む。貴乃花親方、早い段階で考えていた一門の消滅名言。大相撲の貴乃花親方、45イコール元横綱か、貴乃花一門の名称変更を願い出たことを認めた。同一門の阿武松親方、元関脇駅公優ら複数の親方が明かしてから一夜明けた19日、都内の部屋で報道陣に対応。自身を含む一門の7人の親方衆が参加して約1週間前に行われた一門の会合を振り返り、私の名前のある一門は返上しますのでご検討くださいと伝えました。受け入れていただいたと明言した。変更後の名称は未定だが、一門の名称変更の申し出は了承されたと説明した。貴乃花親方は3月の春場所中に弟子の十両貴公春が暴力問題を起こし、場所後に監督責任などを問われて親方衆の階級で最も低い年寄りに降格した。迷惑をかけた思いから会合ではお詫びの気持ちを一門の皆様にお伝えしたかったと謝罪を繰り返した。暴力問題発生後はゼロからのスタートと繰り返し話し、名称変更は早い段階で考えていたという。今後については私個人で明言できる立場にない。決して上から目線ではなく下からやらせていただきますということです。微力ながら力になれるよう努力するとしか言えない。他の親方の意向もあるのでと話した。一門を離れて無所属となる可能性もある一方で、一門の親方衆に協力していく姿勢も示していた。